パッケージがアップグレードされました。皆様のサポートを感謝します。追加の装備をお送りいたします。ということで、ついにスタンダードから闇落ちになりましたー。パチ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 ということでね、あの、こんだけ今もらえたんですけど、マジでいらん。うん、もうね。まあまあ、次のね、あの、ワイプからは、これがもらえるってことだよね。えぐいね。こんなもらえんの追加で。怖 やっぱ闇落ちって偉大だね。すげえよ。で、なんで闇落ちにしたかと言いますと、やっぱあの、アリーナがやりたい。うん、僕はアリーナがやりたいのよ。は、う、わ、ん、やっぱエコヒーキ受けてるわ。うん、信頼度上がってるもん、ディーラーの。そう、あの、アリーナね、モードがね、あの闇落ちじゃないと解放されないだったり、この次のアップデートで、この出撃するときに、 ここでね、あの、コープモードっていうか、あの、カスタムモードが闇落ちをしてる人しかダメ、みたいな、そういうのがあるから、ま、あいろいろ加味しても闇落ちしといた方が、まあ、誰かとやるとき、そのカスタムモードやるときだったり、まあ、アリーナもね、先行プレイでやらせていただけるということのね、うん。だからね、まあ、あ 闇落ち、得るしかないなと思いましてね。今考えると安いかな。うん。アリーナもできるし、そういうカスタムモードも追加されるっていうことを考えたら、まあ闇落ち今しかないのかなと思ってやりました。はい。でね、もうすぐしたら闇落ちが買えなくなるという噂があるんで、ちょっと早めにね、やりました。皆さんもね、闇落ちしてない方はね、はい。頑張りましょう。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあねー